大丈夫？はい。ということで、どこだっけ？尾張一宮か。味噌カツが甘かった。すっげー甘かった。スイーツレベルの甘さでしたね。でない。はい、だね、いいですね。でも一番いい。
心になってる。
こんばんは。完全に隣のね、ハイエースのマニュアルに気が取られてましたね。ベラベラベラ。新幹線
この先料金所です。日付聞いたとこなんだっけ。何でしょう、聞いてる日付発信は。あ、フロー入ったでしょ。え、何発信で。まもなく料金所です。その先分岐を左方向です。右は何なのか分かんないです。何だろう、バス停みたいな。大垣、岐阜、方面です。まあ、狂気付近ですね。あ、じゃあ途中で寄ってこないとね。そうですね。まあ、狂気付近に足を踏み入れば、そこに絵も言われぬ緊張感。まあ、狂気付近。メインは明日。星じゃなくて、それちょっと明るいから見えないんだけど、この星じゃない。岐阜ってもね、岐阜の中の都会の方がいいやつ。じゃあ 何を根拠に身のかもしって出てきたんだ今。富士崎から近いとこでしょ。富士橋。あ、富士橋。徳山ダムがあるから違う。
っていうのか忘れちゃったけど、難しいから、イボの糸も。伊賀町だか伊賀町だか忘れちゃったけど、それが徳山ダムの近く、その伊賀川郡に伊賀川町が属してるのかどうかも知らない。俺は
萩原ってわかるよ。わかんない。何調べる？近くの好きよ。まだ見かねえよ、それで。だって現在地検索すればいいんじゃない？すぐなんかで読み込みしなかったんだよ。左方向です。地図が途中でダメだった。五道って読むんだ。へぇ、神戸かと思った。あれと思って副電長を左方向です。
道を左方向です。今大勝ち、大勝ちか。今遠いのか。三十か。左方向です。早いかな、見たところで買っていっちゃう。反対車線だもん。あそこはまだだけど、釣りぐらいです。いや俺はそのつもりでもうずっと走ってんだけど。あ、そうなの。そうなのって、だってそれしかないじゃん、答えが出ないんだもん、だってそっちで。じゃあ見つかるか。見つかれば話せる。俺は知らないから。
ガマを右方向です。
ごめん、僕左でも大事かな。ここにちょうど21号線のここがあるんだけど、左でいいのね。あ、一本、うん、でも繋がってる。 あるかな。300メートル先、右方向です。
その先左方向です。100m 右方向です。右方向です。だから再検索の
まもなく右方向です。右方向です。反対？まあでも行けそうな通りかな。GPS を受信できません。距離はそんななさそうだ。うん。ちょっとこのマットの駐車場から多分繋がってたな。はい、高菜明太マヨ牛丼の特盛り一つと、三種のチーズ牛丼の大盛り一つ、あと豚汁いいの？豚汁一つ。以上で。1500円です。うん。いらないの？いらない。
メニューのご確認させていただきます、はい、チーズ牛丼の大盛りが1つ、はい、牛丼の高菜明太マヨ牛丼の特盛りが1つよろしかったでしょうか。はい、あと豚汁1つ。豚汁ですね。はい、お会計1500円になります。はい、1000円お預かりいたします。はい、どうも。少々お待ちください。毎日80円ってことだ。いや、この時間帯になくて80円ってこと。ワーシャツが1着80円だって。安いよね。そうなの。安くね。80円だよ。うん、とここで買っとこう。え、ワーシャツ古着。違う、クリーニング。あ、クリーニングか。あ、売ってるかと思ったってことね。びっくりした。ちょっと80円で。いや、安いでしょ。うん。だからびっくりした。一着80円で買えるのかと思った。クリーニングか。どう。はい、どうも。持ってられる？大丈夫？大丈夫。落とすのはいいけど、ぶちまけんの勘弁だよ。
スを受信できません。ちょっと変わったね、うん、向こうで聞くカエルの声とちょっと違うイメージの声だよね、うん、なんかちょっと低いよねこっちのカエル低いっていうか、 なんかカスタネット連打してるようなそうかな、もしかしたら。いや、もう行ってみないと何とも分かんない。
およそ700メートル踏み切りです。池田温泉池田温泉って言いながら温泉ない。え、どこなの道の駅足があったんだっけ、これもね、ここは初めてかもしれない、池田温泉。まだ比較的新しい道の駅だった気がするんだよな。でなかったらだって星のふるさと富士橋に近いわけだから寄ってると思う。ああ、ね、およそ300メートル先、踏切です。じゃあ明日寄っていくかも。もうなんともいいよ。うん、
信しました。温泉池田温泉、うん、新館そこは見つめた。ああ、そうなんだ。でも足湯しかないの。ここはなんか滝が、そこは別の施設なんじゃないの。ああ。なんちゃら花の湯ですか、湯の花ですか。いや、こうやってお風呂入るってことかな。当時うるさそうだな、止める場所になったら。うん。ケートライト、ケートライトはないか。さすが、魔境岐阜。まあ、でも朝一ってことでしょ、多分。ケートライトってるわけじゃねえか。軽トラでやる朝市か。まあそうじゃない。
受信しました。あれ信号か、信号が点滅するのか。あれはいや、踏切で黄色信号って見たことないんだけど。赤赤か。あれは大丈夫ですか本当に。
GPS を受信しました。星は見えてるは見えてる、うん、見えてる。GPS を受信できません。もう見えてるよ。だからもうまだ明るいから、あ、間違えた。諸葛亭無線です。なんだよ。いや、信号いいんじゃねえのか、これ。あれおー、なにこれは。斜め左方向です。こいつ世間だよ、このナビ。あの、ちょっとした左方向、500メートル、ってこと警察署です。とにかくこれやってんの。いや、違うよ、推奨だよ。あ、推奨こうやって前に誰もいないのに、後ろに誰か来ちゃうことになっちゃうじゃん。一番嫌なパターンじゃ、知らねえと。斜め右方向です。元気と豊かの一騎打ち、大森さんだ。反応早いな、赤色灯ついてねえのに。すごい。捕まったら素直に行ってみよう。なんで？知らない道、夜道だったんで怖くて、あの前の車ついていけば楽なんで必死で追っかけてたんですけど。どうなのってもダメです。ダメだよ。絶対ダメだね。あなたが言えば大丈夫。なんで？あなたがそういう風に言えばなんかしょうがねえな。そんなに人里降りてきたらねーって言われちゃう。ちゃんと山に帰んなさいね。てか誰もいなくなっちゃったね。意外と空いてんじゃないか。
明日がほら一番の特大日だから、明日はどうか分かんないけど、まあ何してね、徳山ダム近く消えた村のエリアで近くに消えた徳山村の、ついてるかもしれない。行ってすげえいたらびっくりだよね。もうなんか出店みたいなのが出ちゃってるさ。 GPS を受信できません。マジですか。 GPS を受信しました。これででも道の駅超混んでたらびっくりだよ ねこの状態でさ、今早めにもうみんなっていうのまでね、星見るのかと思ったらもうどんちゃん詐欺で出来上がって星見る頃に寝ちゃってるみたいな。でもこれで道の駅激混みだったらびっくりだな。あれお風呂は何時までよ。9時。あ、9時だった。スターウォッチングですけどね、想像はつかないですよ、ね、そんなに混んでないとは思うんだけど、でもなんか普段の何でもない日の富士橋の状況を知ってるから、それよりはやっぱりいるんだとは思うんだけど、でもいわゆる一般的に混んでるっていう混んでるではない気がする。まあ、今日多いねぐらいです。やっぱり星見に来る人何だったらいるねぐらい、そういうレベルを願う。なんだよ、駐車場止めらんねえじゃんとか言って、ちょっと勘弁。そしたら、ダムまで、まあ、とりあえずどっか止められるとこ見っけで飯は食おうよって話。
さあ、今日岐阜県。まあ、すんなり行けそうですね。知ってるとこですからね。いくら魔境とはいえ、我々もかなりレベルの上がった勇者ですから。レベルがかなりしてきます、してますからね、我々。今までも何度もね、この魔境にも来てますから。そう、一度撃退されたこともあるけども、こうやってね、あのレベル上げをしながら、これはもう強くなっていくら魔境といえども、もう慣れたもんですよ、藤橋ぐらいでした。これからね、藤橋にの道の駅に行って、藤橋城に行こうと思うと、ちょっと魔境になるんですよね、これが。ちょっとした魔境、知らないで夜行くのはちょっとやめといた方がいい感じの、迷いはしないけど、ただ不安にはなれる。魔境ならではの独特のスリルは味わえる。魔境感は味わえる。墓地ってあったりするのかな。当て名で、当て字で。いや、当て字じゃなくてさ、ちゃんと寺の名前でさ。イボ地。でも、イボの糸っていうのがあるじゃん、そうめんでさ、うん。イボの糸ってどういうこと。分かんない。でしょ？イボっていう場所があるんじゃない。だって今イボ群とかあるからそうなんじゃない。いや、イボじゃねえよ、これイビだよ。あ、イビ。イビ。イビか、あ、イビか。なんかこの前やってたな、イボ。あの、サザエさんで、松尾さんの実家がそのそうめんで有名なとこなんだって。はいはいはい。何系だったか忘れちゃった。そこ覚えてる。重要じゃねえか、そのデータ。どこっつったっけ。で、そんじゃ、なんかピンクのさ、そうめんが入ってたりするじゃん。ピンクとか緑とかね。そうそうそう。それがそのカツオのほら友達同級生がみんな食べてみたいっていう、そういう話だったの。うん、何？ペアボックス。全然話つながねえじゃん。結局。でもイボの糸のあれなのかなって。そのイボの糸の名前の由来がイボっていう。うちの名前だとしたら、イボ地とかあるんじゃない？まあ、あるんじゃない。どうしたら、イボ地に聞くお寺ある。キレ地あるかもしれない。でも、この前みたいには自動地みたくね、病を治すの、治すけど、カウフ地とかポケフ地とかあるかもね。あれ何富士だったのか。ガンデなんかあった。イボチ。絶対笑っちゃう俺。言ったら。ご注意、ご注意ください。ボチって書いてあるでしょ。面白いよね。あるのかな。ありそうだな。でも日本広いからありそうじゃね。イボチ。まあ、ね、でイボチとかってもう昔からね、まだまだ代表的なね、日本人なの病の人ってさ、イボチキレイジはかもしんない。もう趣味あったらいいな。いい文字って感じ。超欲しいな。あなたお家だから、ね、最近大丈夫だ。あの仏の肛門させるとかっていうのがあるかもしれない。仏様 の, あの木彫りの像があって、そのお尻の部分触ると
利益がある。イボジ。イボ観音って。甘いでバチ。本当に会った時に怒られちゃうよね、これ。貴様はイボジの系だっつって。でも会ってもおかしくないような気してきたね、リアルに。まあね。しかもほら、お寺ってさ、それちょっとダジャレチックなの好きじゃん、なんかさ。確かに。神社と違ってさ。いや、そのトンチを聞かせる感じのやつがね。その私は鼻を横に描いてさ、鼻を立てるなとか。ああ、そうそうそう、書いてあったね、どこに。イボジってあるかもしれない。あと、御朱印、イボのところだけはちゃんとかあのカタカナでイボって書いてある。面白いでしょ。面白いでしょ。ぜひ、ね、みんなに拡散しといてとか言われて。さあ、藤橋、近づいてもらいました。車の台数から見るとほぼいない雰囲気が漂ってきましたね、これ。ね。走行台数から見るとですね。うん。たださ、月が出てんだけどさ、見えるかな、これ。見るんだよ。心の目で。感じるくらい。新地だとしてもちょっと夜の徳山ダムって行ってみたくね。やだよ、怖いじゃん。なんか行きたいの。いるかな、ヒッチハイクしてる人以外に。ヒッチハイク、ヒッチハイク行ったら俺逆にびっくりだよ、徳山ダムで。なぜヒッチハイクって。今だってヒッチハイクって言ったじゃん。いるかなって車中泊してる人。車中泊ってさ、ヒッチハイクやんなきゃ。徳山ダムでガーってやったら俺ビビるよ、逆に。絶対乗せねえよ。なんかしてかした後の感じですね。なんかちょっとね、ちょっとね、人をそう、あやめちゃったってさ。ついでに俺らもね、あの殺されちゃってさ、車だけ奪われるみたいな。やめてそんな。ある意味お化けより怖いんだよ、そういうの。ね、あの宴会場集まって出来上がっちゃってる感じじゃん、言ったらさ、みんながこうパラパラ集まり出してんだったらもうちょっと大勢いるだろうけどさ、なんだよ、来んの遅いんだよ、でもみんなどっち行ったよっていう感じじゃん、このさ、通行量の少なさ、もし駐車場にいっぱいいるのであれば。
道の駅です。およそ300メートル先、右方向です。今1台入ってた、うん、こんなでも明るいんだね。普通に明るかったっけ。そうだよ、明るいよ。だから言ってんじゃん、明るいよ。あ、うん、思い出した。思い出すの遅くね。思い出したんで思い出した。違うとこかな。どうしようかな。とりあえずご飯、朝食とかの方がいいかな。ご飯、でもやっぱりなんか天体観測チックな お姉さんだったね、今ね。あ、そう、お姉さん。そういうとこよく見て。そういうとこしかよく見てない。失礼。でもあっちでもそんな少なくはないかも。これどこで見んの星。いや、わかんない。そっちなんか登ってるのかな。全然わかんない。そこまでは検討もしてない。うち通り沿いなんだよね。何個？まあ飯食うだけだからとりあえずいいんだけど。まあね。ただまだあれなんだよね。あれが終わったばっかりだから、風呂屋が。はい、ということでとりあえず道の駅藤橋です。はい。ここ椅子あるけど砕いたそっちよ。砕いたところで食った方がいいんじゃない。虫入っちゃうよ。ああ、そっか。これで頭が使えますね。はい。まだ開けていいんだね。ちょっと落ち着いていいんだよ。絶好のドライブ日和である。야투드담무아뜨나이자이제하시지요세트시대あれ？あ、あったあった。これだよね。ガイド消えた。あ、ほら。まあいいや、一回読んだら行ってみる。富士橋用あと7キロだって。あと7キロ。設定してみてみる。これね、プラネタリウムだからいいんだね。で、設定しててね、一回。うん。全部で 11.3、 で案内したとしてよ。実際の標識や交通規則に従って運転してください。で、メニュー追加設定をしてほしい。追加か。目的地の到着予想時刻頃の天気は晴れで、追加、追加経由地は住所岐阜県揖斐川町。揖斐川町狩田平久田44町。探索開始。20.5 キロ。ああ、じゃあ徳山ダム行く途中に藤橋城があるんだな、これな。そうだね、経由地1が徳山ダムだもんな。じゃあ徳山ダムまで行ってみよう。
りあえず実際の標識や交通規則に従って運転してください。はい、ということでね、今道の駅、うん、星のふるさと藤橋で、スケアの牛丼を食いまして、ちょっとねまだ時間早いんでね、街灯は道の駅たった今ちょうどね消えたんですけども、ちょっとねダムの方で、景色を、ね、見てみようかな。あとはね、はい、夜のダムの動画も撮ってみようかな。思ってたりなんだり、ラジバンダルイ、何だっけそれ、ラジバンダルイ、あれ出入口一箇所だけ、あ、知らん、目的地のつくばダムはひょっとしたら違う、あ、さ、あれ、あ、違うか、違うの、あ、違うっすよ、さっき望遠鏡とか出してた人はどっか移動しちゃったっぽいね。あそこにいいんじゃないの。え、あ、ほんとだ、 GPS をサーチ中です。で、右だよね、もう通路だよ、ガン、およそ300m 先、右方向です。あれ、右だよ、うん、まあ、来る途中に徳山ダムがあったんだったら左だよ、ね、消えないでしょ。さすがにそれは消えない。さすがにそれはないでしょ。ヤシャガ池、ここね、なんだっけな、なんか、なんかのね、なんかコロッケ売ってるの、鹿のコロッケ違うんだっけな、コロッケが売ってんのやつだよ、なんかね、すげえ山のね、険しいところ、険しい山道を降りてったら急に出てきた。へぇー、そうなんだ、これ横山ダムって、え、あ、そうなの、本当だ、書いてある、へぇー、知らなかった、意外とここでも行くな、ダムカードでも、こういうところでちょっと怖いよね、誰もつらい、でも入ってこらず、うん、山田も意外と星見れるのかな、わかんないけど、あそこなんもねえじゃん、周り、うん、なんか意外と人行ったりもするかもしんないよね、うん、それならまあ安心してさ、まだ暑かったよね。ちょっと暑かった。なんで今左に行った感じ切ったの。わかんない。今多分無意識にやっちゃった。すっげえ怖かった今。ごめん。すげえ今ギリギリにカットしてた。
ないよ。なんか見えた。見えてない。なんで見えんだよ。最高だと思って山道ある。知ってたよ前から。あ、そうなの？そう。あなただけだよ知らないのは。この道をどこまでもどこまでも行くと気がついたら琵琶湖に行くんだよ。気づいたら琵琶湖に行ったの。あ、なんか湖見えてきた。でっかいのは何だろうな、何だろうな。山の上の方から徐々に下っていくにつれてな。こういうカードでようこそ琵琶湖へって書いてあ、琵琶湖みたいな。え、どんだけ走ってないんじゃ。結構走ったってこと。そうでしょ。少なからずでも茨城からここまで来てる。で、徳山ダム見たついでにせっかくだから逆側に山を降りよう。あら、後ろ回っちゃった。なんで左にハンドル切んだよ。え？ああ。じゃねえよ。ごめん。今徳山ダムって出てた。あ、そう。今の。なんでガードルに突っ込んでくるの？またスパルタしてよ。暑いね。群馬かもしれない。あ、そっか、そう、群馬と練馬あるある、うん、水戸神戸八戸と同じやん。
違う、ダムまで行ってまた藤橋城まで戻って14キロ。あ、そうなの。いや、だって到着場所が、あ、そっか、経由、あ、違う、藤橋だからか。そう、いや、もうちょっと、まあ、もうちょっと、もうちょっとっていうこと、もうちょっとじゃないけど、人だ、旗振ってる、おいでおいでしてる。あれなんか道っきりだったね。工事してるからだって、うん、あ、福山ダム、あと6軒、あ、8軒かな、なんか建物あったか、なんかダムの関係のあれかなって思ったの。
星が流れ星みたいにね。またちょっと早いね。これすれ違いそう。なんで止まっちゃう？すれ違いそうって言うところ。まあ大丈夫か。すれ違ったでしょ、今。見るよ。
すんだよ。見ろよ。およそ300メートル先、大きく左方向です。まもなく大きく左方向です。その先斜め左方向です。大きく左方向です。はい、じゃあ先にちょっと藤橋城に到着です。はい、あそこは売店じゃねえよ。トイレ、ああ。あそこ、あそこの自販機か、うん、実際の標識や交通規則に従って運転してください。はい、どうぞ。ちょっとトイレがあって確認だけしてくれ。あ、でもごめん、鍵閉めって。それダメだ。それこそよくね、俺らが言ってる、あのこんなところで寝られてたんだったら引いた方がかわいそうだよっていう話になっちゃうから。まさにそれになっちゃう、うん、あ、こういう聞かれ方もあるんだなっていう。そっかっていう話になっちゃう。酔っ払って寝てるだけじゃねえんだ。あれ、どこだっけ、星を見て惹かれる人もいるんだって。左の方に。え、なんで、あれ右、あ、右か、そうか、もう、どんなこと言った。本当、面白いよね。もう、虫だけ。およそ200メートル先、斜め。え、まもなく、まだほら、洗車してもらったばっかなのに。そんなにもしたらけ、結構これできないの、また。斜め左方向です。行った、過ぎてるね。U ターン、U ターン、
いや思ったよりも全然混んでなかったね。およそ300メートル先、右方向。やっぱ明日に来る人が多いんだろうな。うん。あとは月がいつ沈むのかな。ねえ。時間見あれで見てわかんねえの。でももうじき沈みそうな位置にあるよ。山の陰。まもなく右方向です。でもいずれにしてもやっぱり天気さえ良ければ美しが原の方が全然見えるね。見えたかもね、正直。で、右あれ俺はナビじゃねえからナビ。あれどうやって行ったんだっけ。右方向です。ああここで右ってことね。左の多分オーライ。オーライあと4分。ダブに止めようと思えば止められそうな感じはね。
帰ろうと。うん。ダムになると朝が。ダムだと朝が。6時、7時にはもう起こせるよね。よっぽどこっちがなんかものすごく風がいい風吹いてて涼しくていけなければ、富士橋まで戻って寝るときは寝た方がいいかもしれない。富士橋城、道の駅はもうないね。結構暑かったね。右方向です。こっちの方が断然涼しい。およそ300メートル先、右方向です。さあ、夜のダムです。あ、もう300メートル。まもなく右方向です。その先300メートル先、目的地付近です。え、こういう杉ってこれ杉の前か。右方向です。止まってる。止まってるけど、これじゃあ、お城まで戻ろう。いや、戻る、うん、どうやって油断しよう。バックして油断しよう。閉まっちゃうんだね。ハンドル切って。切りすぎ？あれ？来てないよ。そうなんだ。ゲートが閉まっちゃうんだね。まあ、あと水だけならいいのかもしれないな。うん、あ、でもこれだったら寝て富士橋で全然いいんじゃないの。富士橋城ね。うん、一回止めよう。ナビに接続しておけばいいんでしょ。大丈夫かな。プラネタリウム。もう行っちゃっていいんだよ。実際の標識や交通規則に従って運転してください。およそ4キロ先、左方向です。ゲートが閉まっちゃうんじゃな。そうだね、トイレも使えなくなっちゃうもんね。そうだね。トイレも困っちゃうもんね。ゴーストライダー。およそ600メートル先、トンネル出口です。はい、ということで、徳山ダム。はい、残念ながらね、夜の様子をお届けしたかったんですけど、ゲートが閉まっちゃってるんでね、もうこれは、いかんせん、同時の方法ね、不法侵入になっちゃって、富士橋城から、ね、うん、あの峠を越えるとね、今度は下元まで降りると、琵琶湖というポジションですね。はい、近畿を目の前にしてますね。徳山ダムは明日ね、日中お届けしよう。はい、明日は2枚目のダムカードをもらいに、うん、バージョン新しくなってる。うん、まあ、そうそう確かなんだよ。
ぱりね、なんだかんだでちょいちょいいるんですね、うん、こういうタイミングだと。普段の何でもない日だったら誰もいないの。誰もいないでしょ。しまえば畜生と変わるでしょ。変わってるでしょ。畜生と同じやん。ないやないや。うん、うん、死んでたよね。寝られた。今何だろう。剣だかイタチだかわかんないけど、要はそういう細長い系の。車場が別々にあるんだったら結構接近してんじゃん、あそこ。それこそ奥畳なんか広い駐車場があったと思ったら結構歩くじゃん。そういうんだったらまだ途中その歩いていく部分を遮断すればいいだけだから。およそ300メートル先左方向です。道の駅以外、道の駅とかね、サービスエリアとかそういうところじゃないところで寝てしまうって。また来たとかね。さっきと同じね。こっちの方が断然涼しいですね。およそ300メートル先。たまたま今日なのかもしれないですね。カラーナイトビューモードでもこれを捉えるのは難しそう。難しいでしょう、多分。まもなく目的地付近です。車ちょっとさっきのとこは距離さっきの奥のとこも行けるんだと思ってもいいし。でも見てる人いたんだよ、さっき。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。女の子だけ。女の子4人いや。あ、行けそうだよ。行ってみて。
袋もこんなの4人ずれてたね。まあ、その袋も。あ、ごめん。スパルタ？え？どこ取るの？奥？あ、でも大きなそうだね。石になってる。明らかに行けない方に突っ込んでる。行けないね。ちょっとどこ行んじゃん。かな。とりあえず。まああと歩きながら考えようか。どこがいいのか。はい、ということで富士橋です。まぶしい。もう景色いいなみ。うん。あ、まだ開けとくのか、ごめん。開けとくの面白いんじゃないの？虫除けは必要だな。